こんにちは、フィフィです。今日はコラボで、武田恒康さんに来ていただきました。こんにちは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこの、はい、なんかおかしいですか。なんかおかしいですよね。全然おかしくないですよ。本当ですか。で、番組でもね、番組では一緒になってて、私のラジオ番組にも一応出ていただいたことがありますからね。なんか、はい、武田さんって私と言っていいんかい、はいはい、あの時になると結構ガーってなって、なんか衝突して言い合ってるみたいなイメージあるんですけど。そうですね。ラジオに出た時に私印象だいぶ変わって。あ、そうですか。はい。だから今日ちょっとこの空間でも多分仲良くやってくれるなって。すごいマイルドなんですよ。そこまで言っていいんかいは、これもう言論バトルですから。あれ、じゃあ何ですか、わざとやってるんですか。わざとっていうのはやっぱこう、そう、スイッチ入る、戦うモードになるんですよね。本当ですよね。でこうね、1対1で話すとき、そんな戦うモードで話せないじゃないですか。あれもだいぶ、でも番組マイルドになりましたよね。私も結構前から、はいはい、私たち、特に私、はいはいはい、あ、もっと前ですよね、出てらっしゃる。そうですね、僕は 6、7年間ぐらいですかね。あ、じゃあ同じくらいかもしれないです、はいはい、で、その時に比べたら、うん、もうどんどんなんか、うん、おとなしくなりましたね。なんか高齢化なのか分からない番組自体がね。そうなんですよね。多分ちょっと時代の変化で、あまり騒いじゃいけない。かつてこう大丈夫だった内容もちょっと自粛するっていう感じ。ほら、BPO とかいろいろあるので、騒いでるのは私たちだけみたいな気をつけて。だいたいP が一番多いのが僕だっていう。そうですよね。まあでも委員会のね、なんかキャラクターとしてもう不可欠というか、いてくれなきゃ困るの最後のなんか P の人になっちゃったみたいな。そうなんです。いや、でも本当に印象が違って、なんかもうマイルドで、それで今日もう来てもらいたいと思って。しかも今日お話ししていただきたいことって、はい、なんかまさにっていうか、武田さんに一番聞きたいことが、今結構騒がれてニュースになってること、はいはい、まず一つ目が、はい、イギリスの王室。あ、イギリスですね。なんかびっくりしました。あれも年明けすぐに来た、うん、ポンって来たニュースじゃないですか。来ましたね。あえてそのロイヤルファミリーから抜けるっていう、うんうんうん、ヘンリー王子。そうですね。何があったんですか。まあ多分お妃との関係が大きいと思うんですよ。お妃だと誰に。メーガンさん。メーガンさん、はい、うん、という、ま、うん、ま、簡単に言うと、メーガンさんって小室圭さんと同じ匂いがするんですよ、というような解釈でいいですか。そう、僕の解釈ですけど、ね、ほうほうほう。だからやっぱりこのどちらかというと個人主義、自由主義の感じの世界から来た人なんです、ね、まず国が違いますもんね。アメリカの方で、その思想を持ってる人がこう入ってきちゃった感じ、うん、そうそう、はい、で個人の人権とかなんとかっていうのを結構ちっちゃい時から、グレタさんじゃないけども、ちっちゃい時からそのそれこそ女性の権利がとか人権がみたいなことを活動的にやってる少女だったんですよ。なるほど。だからそういう子が英国王室に嫁いでくるっていうこと自体がちょっと無理があったかもしれない。もともと無理というか難しいかもしれない。難しい。だから結局自分も結婚したけども、でも自分はこういう自由が欲しい、うん、こういう風にしたいとかってやっぱ強く悪いことじゃないけど、その相性的に問題を起こしやすいかもしれないっていうことですよね。そうそうそう、相性的にはね。だからもともとそんな親和性は良くなかったと思うけども、で本人がやっぱりこのお互い歩み寄る着地点みたいなものができればよかったんだけど、結局はもう離婚するか、もしくはもう2人揃って出るかのどっちかしかないという。もう離婚って、でも離婚もできますよね。もちろんできます。されてたりしますね、はい、あります、あります、はい、そうですね。だからもう離婚するか、もう2人で出るかのどっちか。で、あえてカナダの方に。そうですね。やっぱりパパラッチとか多いので、ああいう状況で、要するにその囚人監視の中で自由がない中でっていうのがなかなか息苦しいでしょうね。余計にカナダに行くと、うん、それこそ王室出て、まあ、一般ではないにしろ、うんうん、パパラッチの余計に囲まれません。それもでも売りにするんですか。それは両方とも良し悪しがあるんですけども、ちゃんとした警備ができないのと、あとその主要王族抜けちゃったら公費での警備ができなくなってくるので、うんうん、だからまあ守りにくいっていうのはあるかもしれない。あとそれから、うん、主要王族抜けてしまったので外交官パスポートを取り上げられちゃうと、あ、そうそう、みんなと同じところから入っていくの。そうすると入っていくゲートが同じだけじゃなくて、うん、さらにビザが取れない、なんか滞在資格が
要するに取れないということになって半年しかいられないとか、なんかそういう制約があるらしいんですよね。カナダとイギリスってそうなんでしたっけ。あの、まあ、カナダとイギリスっていうよりもカナダ自体が、あの昔はねちょっとお金持ってるとすぐ永住権とかあったんだけども、今はちょっと厳しくなってて、そこの壁がまずあるっていう話でしたね。へえ、もうその抜けてしまって、うん、要するにロイヤルファミリーを抜けてしまうっていう選択をしてしまって、うん、一体どうやって食べていくのかもあって、それが意外とあれぐらいの人じゃないですか、生活維持するの大変っていう、うんうん、その称号を使うつもりだったらしいんですよねって聞いてましたよね、はい、His Highness というで、しかもなんかその登録商標まで取って、あもう商品なんか作ろう、グッズ作ろうとしてました。それを使ってビジネスをしようとして、だから主要王族抜けて、まあ、税金はもらわないけども、でもこのタイトルでビジネスをしようとしていたのが、言ってましたよね。そうなんです。それをさすがあのエリザベス女王ですよね、それはないよっていうことで、いやそれは言ってるんですか。そうなんです。抜けてもいいよっていうのは、はい、確かエリザベス女王は OK したんですよね、はいはい、最近のニュース聞いて、はい、でもそれを使ってビジネスをしよう、グッズなんか売ろうかなとか、うん、本書こうかなとか言ってたのは、うんうん、ダメって言われたんです。それはダメってことで、結局称号も使えないということになったんですね。だからうまいことビジネスをしようっていう、まあ、ちょっとそういう目算があったみたいなんですけども、なんかイギリス国民からもそこは批判されてますよね、はい、そうですよ、美味しいとこだけ取るなと。そうです、まあ、ただね世界有数 の、 あのセレブリティというかお金持ちですから、それはもうお父様が持ってる土地から何からの収入がすごい膨大なものがあるので、なのであの日本の皇族っていうともう税金からっていうイメージですけども、向こうはもう私有財産莫大なものがありますから、別に政府からのお手当がなかろうがもう十分な収入があるんですよ。あれ日本もその称号みたいなのをビジネスにしちゃいけないんですか、はい、それで聞く人ってあの武田さんぐらいが私は別に称号はないですからね。だからあの皇族自身がビジネスをするということも基本的にないですね。日本ってないです。日本はないですね。皇族自体もビジネスに、はい、そうですね。グッズって売ってたっけ。売ってないですね。だからその使ったりして、だからそういうのも使ってビジネスをしちゃいけないんですね。しちゃいけない、まあ、いけないっていうことはないんだけど、実際ビジネスをしてる皇族はいないですね。いないですね。はい。でそこはイギリスは今までってやってますよね。でもある程度、まあ、あのすごい財産を持ってますし、そうですね、土地なんかも持っていて、はいはい、それでなんか不動産で収入もあったりとか、はい、収入もあるし、さらにエリザベス女王なんか競馬馬何頭も持ってて、なるほど、重賞レース勝つたびにガッポガッポ入ってるわけですから、ほう、はい、ちょっと日本とか天皇賞とかいうのの名前だけですけど、でもそういうの全然違って、でも逆に税金もある程度は少しは入ってますよね。若干ですね。でもほとんどはイギリスっていうのは税金よりも自分たちの稼ぎでなんとかやって、はい、王族をやりましょうっていうのが、はい、だからそこまでじゃ あのすごく金使いすぎじゃないか、贅沢な生活してるんじゃないかって批判されるような、筋合いもないんです、っていうのはないんですね。で自分たちの私有財産ですから何かっていう、なるほど、はい、だからまあ日本の皇族はね基本的に私有財産ないですし、住んでいるところまで全部あの国有地ですからね。なるほど、はい、ここは違いとして大きいですね。なるほど、はい、じゃあどうなっていくと思いますか。そうですね、今後どうなっていくんでしょう。もともとそのイギリス王室って私たち日本人が思っているほど、うん、国民と の、 あの結束が薄いんですよ。あ、どういうことですか。どう、何 に日本の場合天皇と国民って結構信頼関係があって、ありますね、支持率などというものは出てこないですし、まあ、あったとしてもそんな9割を割ることもないんですよ。 そんなもの取ります。取らないです。だって支持率があるかな、そんな変動するものでもないし、支持するとかしないとかそういう次元の問題じゃないんですよね。ところがイギリスだとあの王室の支持率っていうのがあって、それが急落したりするんですよ。あのまだなんかこう日本っていうのはやはりこう同じ人間天皇になりましたよというふうな宣言をした後でも特別なものだというのが個々になんか日本人のスピリッツの中にあるっていうイメージですけど、うんうん、はいはい、イギリスの場合は平気でこう批判も例えば書いたりしたりっていうのが自由にやっていっててっていう感じですね。はいはい、そうですね。あのダイアナ妃が亡くなった時に、うん、もうイギリス王室の支持率がバーン落ちて、もうこんなんだったら王室を廃止した方がいいという人があの継続したいという人を上回っちゃったんですよ。わずか数日。なんでダイアナ妃が亡くなったらそこになっちゃったの。まずダイアナ妃が亡くなったのももしかしたら女王が
裏で手を回して暗殺したんじゃないのっていうようなことを言う人がいて、でしかも女王がお悔やみの言葉を述べないなんて冷たい人だとか、あとバッキンガム宮殿の旗を半旗にしないということは何とも思ってないのかとか言って、こんな冷たい女王は俺たちいらないみたいにわーっと盛り上がって、わずか数日でもう急落、七日急落して、もうなくせなくせなくせってものすごいデモが起きたりとかしたわけなんですよ。うん、ちょっと日本では考えられない、考えられません、はい、私もテレビ出るときにやっぱりこう皇室ネタというかそういったものを今日テーマで喋りますっていうふうにいただくと、なんか間違ってこう発言したらまずい、すごい緊張するです。緊張する、いや、あ、多分武田さんぐらいです、あまり緊張さ、みんなわからないからみんな顔がこわばっててどうしようってなりますよ。いや、私も緊張してるんですよ。一個いい間違えるだけで大変なことになりますよね。あ、まあそうですね。この間だってあの大相撲の時もあのアラアナウンサーがそのえっ、ー、と上皇陛下だとか平成で令和天皇って言ってしまったんですよ。はい、令和天皇っていうか、そのつける場合はもうそう、もうお亡くなりになったか、崩御の後の、ね、天皇号が追号された後の呼び名なので、だからまあ平たく言うと改名で呼んじゃったみたいな。そうなんですね。だからこれがもう大きな問題になっちゃうぐらいなんで、はい、そのルール的なものをこう把握してない、うん、人からしたらもう緊張するんですよ。まあ、でもそれもテレビの出演者が知らないで言うのと、まして NHK のアナウンサーが言うのとちょっと同じテレビの発言でも次元が違うので、そのアナウンサーのように間違わずに喋らなきゃいけないということもないので、そこはちょっとリラックスしてもらったらいいと思いますけど、ただ令和天皇とか平成天皇っていうのは崩御の後の、ね、申し上げる言葉なので、これはね、知っとくといいですよね。じゃあちょっとこのまま流れていきますけど、はいはい、次のテーマにちょうど日本の皇室の話になってるんで、はい、みんな見てくれてありがとう。フィーフィーチャンネル登録してね。